セーフエリア検知。近くに人質を検知しました。何か用か、エージェント。ありがとう。
エージェント、今度の組織はかなりやりづらい。相手はあのラウ。彼女は4人の元ディビジョンエージェントと動いてる。彼らのうち何人かは最近雇われたばかりみたいね。マンハッタンを離れてからラウはエージェントたちを勧誘してた。その目的は未だ不明。でも仲間たちを特定できた。ブリジット・ダグラス、コールサインはバイパー、化学品の物流に関する専門家。第一波発生時に活動を始めたが、ほどなく姿を消した。フェリックス・ソコロフ、コールサインはケストレル、戦闘時の医療支援と護衛任務の専門家。大学で医学の学位を取得。家業のおかげでディビジョン内でも影響力を持ち、それを最大に生かした。ブラックタスクが彼を欲しがるわけね。ダスティン・ザビエル、コールサインはマグナス。アフガニスタンで2度の従軍後、ディビジョンに採用され、ブラックタスクに移った。潜入と暗殺の専門家。レスリングが得意で、それが除隊の原因にもなった。格闘戦は避けて、勝ち目がないから。アリシア・コズワルド、コールサインはサーシ、ディビジョンからブラックタスクに寝返った。実を取り、誰とでも手を組むの。ラウを引き抜いていなかったとしても、シェーファーに会わせたのは彼女。ラウの計画のために情報を集めているようね。ラウが独自にチームを率いてるなら、何か企んでるはずね。これまでは密かに行動していたのに、今は隠す素振りも見せない。私たちにアピールしたいのね。要望に応えてやって。セーフエリアに入りました。ブラックタスクがアメリカ歴史博物館に入った。そこを前哨基地にする気だ。奴らを止めろ。エージェント、新しい契約任務がある。行くぞ。
近に味方コントロールポイントあり。重武装した敵が付近を護衛しています。タスクは建物内に分散しているようだ。用心しろ。
目標。こっちだ、こっちにいる。